ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は、明治時代に人々を苦しめた脚気という病気が原因で、繰り広げられた脚気論争について話そうと思うぜ。明治時代の脚気って言ったら、あのバルチック艦隊をやっつけちゃった。大日本帝国の海軍兵たちも苦しめられたって有名だよね。日清日露戦争では、戦死者より脚気で死亡した人の方が多かったようだね。そうなんだ。明治時代までは、ビタミンが発見されていなく原因不明の不治の病だった。治療法もわからないままで、最低最悪の状態が30年以上も続いたんだぜ。マジか。この動画では、脚気の歴史や海軍や陸軍での脚気対策、脚気論争についてなどなど、盛りだくさんで解説するぜ。OK。それじゃあ、早速、行ってみよう。それではゆっくりしていってね。大日本帝国の軍隊をも苦しめた脚気、泥沼化した明治時代の脚気論争とは？その1、脚気の歴史。脚気っていう病気は、ビタミン B1 の欠乏から、起きる病気って言われているけど、日本ではいつからあったの？脚気の発生については定かではないんだが、日本書紀や食日本儀に、脚気と同じ症状が書かれた文献が見られるんだ。濁り酒を飲んで清掃に明け暮れた平安貴族たちも、脚気にかかってむくんだ顔をしていたようなんだ。ぷっぷー。平安貴族たちがむくんだ顔で、けまりをしている姿想像しちゃったよ。さらに、江戸時代の元禄年間には、江戸や大阪の都市部を中心に、庶民でも白米を食べるようになったから、脚気患者が激増したんだ。江戸はずらいや大阪バレと呼ばれたようだ。三代将軍家光、五代将軍綱吉、十三代将軍家定、十四代将軍家茂をはじめ、大名、上層階級の武士に、脚気患者が多かったというよね。江戸時代の参勤交代で江戸へ来た大名や家来たちも、その間に白米を食べて脚気になることが多かったようだ。だが田舎の領地へ帰って、雑穀や精米されていない、玄米などを食べると自然に治っていたんだ。だから庶民は知恵で、蕎麦、麦飯、小豆などを食べて、予防していたっていうもんね。重篤になると、むくみが全身に回って、心不全を起こして死に至る恐ろしい病脚気は、明治になってからも流行し、かなり深刻な事態を招いたんだ。大日本帝国の軍隊をも苦しめた脚気、泥沼化した明治時代の脚気論争とは？その2、明治期の主な脚気原因説。江戸時代は上層階級に脚気が広がり死亡者も多かったんだが、明治時代には精米技術の向上により、中下層階級にも広がり死亡率も高くなったんだ。白米だけでもごちそう、梅干し1個でご飯何杯でも、という食べ方をしたからで、副菜などは贅沢品という考え方からだったんだぜ。白米をお腹いっぱい食べるってことが、とっても幸せな時代だったんだろうね。明治3年1870年以降は、東京など都市部、特に陸軍の近代所在地で脚気が流行している。へぇ。明治32年開始の人口動態統計と、明治39年開始の死因統計によれば、明治末までの日本国民の脚気死亡者数は、明治33年が少なめで6500人、明治42年が最大で15085人だが、当時は乳児の脚気死亡数を確認できておらず、推定で毎年1万人から3万人が脚気で死亡したようだ。そんなに死亡者が出ていたなんて、栄養学がない時代で、ビタミンの発見なんてもってのほか、脚気は症状が変化しやすく、若年層の発症率が高かったんだ。田舎で粗食暮らしを強いられる人より、都会で白米を食べる人が罹患していた。さらに、西洋医学における脚気の知識も得られなかったから、対策の取りようがなかったんだ。だから明治時代に、脚気論争が白熱して様々な説が飛び交ってしまったんだね。そうなんだ。脚気論争には、漢方医の唱える白米食の原因説をはじめに、これが原因ではと支持された東京帝国大学医学部教授ベルツ博士らの、伝染病説、東大の病理学者三浦守氏などの中毒説、東大医学部教授ウェルニッキーの基地の栄養素の栄養障害説などがあったんだ。大日本帝国の軍隊をも苦しめた脚気、泥沼化した明治時代の脚気論争とは？その3、海軍の対策。さっきも話したが、大日本帝国の海軍でも脚気については深刻だったんだ。明治16年に軍艦遊城が、ニュージーランド、南米、ハワイを経るという練習航海で、乗組員376人中169人の重症脚気患者を出して25人が死亡した。約半数が発症して、死者が25人も出るなんて、航行にも支障が出ただろうね。
海軍医務局長高木兼弘が、イギリスで臨床学を学んで帰国してすぐに、海軍の活気問題に取り組んだんだ。活気の発症が、士官より下士官以下の兵員に多いことに気がつき、原因はタンパク質不足と判断した。そして、明治17年1月に海軍共鳴で、食事が見直され、兵食が養殖へ切り替えられたんだ。養殖の方が、タンパク質が多く取れるってことだね。そうなんだ。そして、軍艦筑波が軍艦竜城と同じルートで航海実験に出た。9ヶ月の航海実験で、タンパク質が豊富な養殖と、麦飯主体の兵食を供給すると、乗組員330人中、活気患者は20名以下、死亡者はなんとゼロだったんだぜ。すごすぎ。発症者が軍艦竜城の死亡者数より少ない上に、死亡者ゼロだったんだね。高木は、白米を麦飯に変えてビタミン B1 を補い、副食がついた養殖を取り入れたことで、活気撲滅に対して大いに前進したんだ。養殖万歳だね。これは疫学の最初の実験で、海軍省ではさらに、高木のイギリス医学による兵食改革を進めたんだ。そうすると、明治16年には患者数が1236人で死亡数が49人。明治17年には患者数718人で死亡者数8人に。明治18年には患者数41人で死亡者数0人になったんだ。ここまで来れば、もう撲滅状態だね。明治18年3月から、下士官以下に不要なパンを止め麦飯が支給されている。養殖の導入が活気撲滅につながる自信を得た高木は、イギリス海軍で採用されていたカレーをご飯に合うようにアレンジして出してみたんだ。野菜や肉を入れて煮込んだカレーは栄養バランスはいいし、日本人ってカレーが大好きだもんね。しかも、団体行動の海軍だから、調理が簡単で大量に作れたのも魅力で、副食にサラダ、牛乳、ゆで卵などもついていたんだぜ。無意識にビタミン補給ができて、他の栄養もたっぷり取れているよね。明治41年1908年には、海軍が料理レシピをまとめた。海軍割烹術参考書を発行し、全国の海軍にカレーが普及したんだ。今では、日本のカレーはインド人もびっくりの外国人にも大好評の洋食として、日本の家庭料理として定着しているけど、その起源が活気予防だったなんて嘘みたいだよね。ちなみに、海軍からはビーフシチューをもとに、日露戦争で英雄統合兵八郎が発案した肉じゃがもあるぜ。お腹空いてきた。大日本帝国の軍隊をも苦しめた活気、泥沼化した明治時代の活気論争とは？その4、活気細菌説。ヨーロッパでは1880年代に、パスツールやコッコが、腸チフス、結核、赤痢などの細菌を顕微鏡で発見するようになったんだ。だから、この時代の最先端医学は、細菌学だった。へぇ、ただのビタミン不足なのに。コッコは、活気はアジアの風土病で、活気菌も見つかるだろうと推測していたらしい。日本では、明治18年1885年に小形正則が、活気病菌を発見したと公表したんだ。え、活気菌発見？小形は死亡した活気患者の内臓を調べ、バチルレンと名付けた未知の細菌を発見したとして、その細菌は他の活気患者の血液の中にも発見したと主張したんだ。そしてその細菌を培養した動物実験では、比較麻痺の活気症状が出たため、細菌を活気菌と断定したようなんだぜ。ふん。同じ頃、オランダの学者などが独自に活気菌発見を公表したんだが、問題はこの尾形が、日本医学界の重鎮だったからなんだ。当時の陸軍は東大医学部罰で締められ、陸軍では尾形の唱える活気細菌説を盲信した。だから、大日本帝国陸軍の偉い軍医たちは、活気の撲滅はさておき、海軍の活気栄養説を批判しまくったんだぜ。最低。まずは、人命だろ。活気細菌説支持者は、海軍の麦飯をガン無視して白米に固執し、陸軍で莫大な数の活気による死亡者が出ようと、断固として麦飯は提供されなかったんだぜ。霊夢は、北里柴三郎という人物を知ってるか？うん。日本医学の発展に貢献した人物で、日本細菌学の父と呼ばれていて、2024年には新千円札の肖像になることが決まっているよね。正解。さっき話した小形正則とは、同郷で上司だった。当時小形にドイツ留学の推薦状を書いてもらい、ドイツへ留学していた。その北里柴三郎が、小形の活気菌発見は誤りだと否定したんだ。ふむふむ。東大医学部卒業の陸軍軍医で文豪の森鴎外は、小形先生の研究を否定するとはと、北里を激しく非難する論文を発表した。森鴎外が反論したの？
北里は、世界中の有名な研究所の誘いを蹴って故国に尽くしたいと、明治25年に帰国したが、尾形先生に反論するなんて恩知らず。と、母校の東大医学研究所をはじめどこにも研究させてもらう場所がなかったんだぜ。正当なことを主張して、干されるなんて。それを、見かねた福沢諭吉の援助で、私立伝染病研究所が、設立されて所長となったんだが、その後も東大医学部と対立したんだ。高木兼弘は明治18年3月に、軍艦筑波の公開実験結果などをもとに、大日本私立衛生会雑誌に自説を発表した。だが当時の日本医学界の主流の、ドイツ医学は理論法則が最優先だった。なので、カッケがタンパク質の不足から起こること。そして麦飯は麦が米よりもタンパク質を多く含むために、麦の方が良いという説は原因不明の死病だったカッケの原因確定には根拠が少なく、医学論理的にも粗雑とされ、東京帝国大学医学部関係者たちから次々に批判されたんだ。実験結果で実証されているから、大きな根拠となると普通思うよね。同年7月に東大生理学教授大沢健二から、消化吸収試験の結果をもとに、高木のカッケはタンパク質不足が原因で麦飯推奨の理論は、机上の空論。との反論を受けたんだ。当時の医学水準で考えると、食物が不良ならば、体が弱く病気にかかりやすくなるはずが、なぜ食物の不良でカッケの原因になるのか？高木が推奨する麦飯は、白米よりも消化に悪い。ことなどに疑問を呈したんだ。対して高木は、海軍での兵食改革の結果を6回にわたって公表したが、翌年2月の公表を最後に学理的に反証しないまま沈黙せざるを得なかった。悲惨だね。後に高木は、当時私学会には、自説に賛成する人がなく、票は全部反論だった。と述懐している。海軍の軍医部以外で、高木の説は賛同を得られなかった。明治21年にドイツ留学から帰国した森鴎外は、講演で、米を食べる日本食と、パンを食べる西洋食を比べて、日本食は脂肪、炭水化物、タンパク質において問題なく、西洋食に劣らない。とし、高木兼弘をイギリス流の偏屈学者と露骨に非難したんだぜ。とはいえ、学問上の疑問点は解消できなくても、日露戦争時の海軍は、87人のカッケ患者が発症しただけという結果は出しているんだがな。大日本帝国の軍隊をも苦しめたカッケ、泥沼化した明治時代のカッケ論争とは？その後、陸軍の対応。高木説が論破されて、さぞ陸軍はご満悦だろうね。霊夢って司馬遼太郎の坂の上の曇りという作品を知ってるか？うん。明治時代の陸軍と海軍の軍人秋山義古と実幸兄弟を書いた作品で、NHK でドラマにもなったよね。その作品の中に、明治初期に陸軍大学校の、お雇い外国人メッケル将軍に、演習で兵站を任された兵士たちが、兵站とは、戦闘部隊の後方で、人員、兵器、弾薬、食料などの整備、補給、修理、後方連絡線の確保などに当たる機関のこと。その大切さを理解しておらず、たくわんでも送っておけばいいか。と適当な仕事をした結果に、メッケル将軍が大激怒した記述があるんだ。昔から日本の陸軍が、自国の兵隊たちの食事やその他の補給を軽んじる傾向があり、兵士の扱いも悪く、いかに人命を軽視しているかが現れているよな。うん。明治8年開始の陸軍の疾病統計調査によると、明治9年には兵員1000人に対してカッケ患者108人、明治17年には263人だったということで、致死率は約2から 6%、戦争になるともっと増えたんだ。上昇傾向じゃん。でも、明治18年3月に行った軍艦筑波での公開実験の結果を、翌年に発表したが、陸軍は高木説を批判するばかりで兵食を改善していない。明治27年に日清戦争が勃発した時、陸軍は直令で戦時陸軍給与規則を交付し、戦時兵食を、1日で精米6合、肉、魚 150g、野菜類 150g、漬物類 56g を基準とした日本食。にした結果、日清戦争の戦死者453人に対し、カッケによる死者4064人だった。カッケ死亡者が戦死者の10倍じゃん。麦飯を採用していた海軍は、カッケ患者はゼロだった。究極の選択で、どちらかを選ばないといけないなら、断然海軍だね。日清戦争の半年後、福沢諭吉発行の時事新報に、海軍軍医の兵食と疾病という調査記事が掲載され、公の場で初めて海軍が陸軍を批判したんだ。
あっぱれ、ゆきちゃん。論争はそれ以降も続き、陸軍上層部は固く何かっけ最近説を唱え続け、さらにかっけによる死者を多く出した。明治37年の日露戦争でも、陸軍大臣が麦飯推進派の寺内正武だった。陸軍出身の総理大臣慶太郎も麦飯推進派で、麦飯給与を主張する軍医部長もいたが、大本営陸軍部が直令として指示した戦時兵食は、日清戦争と同じ白米飯製白米6号で、陸軍での脚気被害はさらに拡大したんだ。陸軍、少しは学べや。日露戦争では、戦没者が88,429人、戦死戦傷死者は55,655人で、脚気死亡者が27,468人で、海軍での脚気患者は105人だった。こんな状態でよくもまあロシアとの戦争に勝てたよね。っていうより、なんでここまで陸軍は白米にこだわるの？麦は虫がつきやすく腐りやすかったから、輸送が困難だった。美味しくない麦飯は、貧民の食べるものという考え方で、七に赴く兵士にはせめてご馳走の白米を食べさせたいという情もあったようだ。ふむふむ。さすがに日露戦争中から批判が高まり、戦後に森鴎外の提唱で、明治41年に臨時脚気病調査会が結成され、公式に脚気の原因追及が始まっている。大日本帝国の軍隊をも苦しめた脚気、泥沼化した明治時代の脚気論争とは？その6、陸軍脚気関係者。陸軍医の中で脚気論争に重要な人物を紹介しよう。はい。明治初期に西洋医学を広め、陸軍衛生部の基礎の確立に尽力している。石黒は陸軍で脚気が流行しても、かたくなに白米支給を推奨した。衛生の総責任者だ。海軍が脚気を撲滅しても、脚気は克服できない。とコメントしたという。しかし、台湾で時折ノリが独断で行った麦飯支給で脚気が減った事実を隠蔽しようとした。ことで、当時台湾鎮台司令官だった高島智之助は、陸軍大臣に就任を、石黒を辞任させている。よかった。しかし、石黒は陸軍の徴収罰のトップ山形有朋、小玉源太郎、薩摩閥のトップ大山岩尾などに信頼があり責任は取らずじまい。陸軍軍医の人事権を持ったトップの医務局長を辞任を、予備役に編入されても陸軍軍医部に影響力を持ち続けた。こいつが、諸悪の根源か。ドイツ留学中に北里柴三郎が尾形正規の脚気細菌説に反論すると、猛然と北里を批判したり、高木説を批判する論文を送ってきたりと、陸軍医の東大罰として大いに気を吐いていた。脚気栄養説に反論するのは学術論文とは言い難い。日本男子は銀シャリを食え。という感情的なまでの白米用語だったようだ。森は日清戦争と日露戦争に出征したが、小倉時代を除くと常に東京で勤務し重要な地位へ出世。最終的に軍医総監中将総統に昇進し、陸軍軍医の人事権を握るトップの陸軍省医務局長になっている。これじゃあ、陸軍の脚気問題は進展しないよね。臨時脚気病調査会を創設し会長として16年間も、脚気の原因や抑制についての探求はせず、脚気栄養説を否定し続けるのみで、さすがに男爵の爵位は与えられなかったんだ。時は、日清戦争当時第二軍軍医部長だったが、公開開戦後の明治27年10月下旬に、遼東半島に上陸した第二軍の一部で脚気患者が出たため、明治28年に事態を猶予して麦飯給与の稟議を提出している。だが、第二軍兵団部軍医部長だった森林太郎鴎外が反対し、大本営陸軍部で野戦衛生長官だった石黒忠則が握りつぶしたようだ。やっぱり、石黒忠則と森鴎外が諸悪の根源だよ。下関条約調印後、台湾平定で、台湾へ派遣された陸軍では脚気が大流行した。初代台湾総督府陸軍局軍医部長に森鴎外が着任するが、前述の通り米食至上主義だったため台湾軍内部の脚気の蔓延を抑えられず、世間の批判も大きく在任3ヶ月余りで更迭されたんだ。そりゃそうだ。後任の陸軍医務局で石黒の次の序列2位の石坂信弘氏の就任後は、石黒の兵食の基本は従来通りとする命令に従い、軍全体の脚気流行を止められず在任わずか5ヶ月で更迭され、医務局序列第3位だった時が着任した。時氏、脚気撲滅をやり遂げてねー。当時の台湾総督樺山助則は、高木兼弘と同じく海軍の大将で、副総督の高島智之助は樺山と同郷の薩摩出身者で陸軍内の麦飯推進派だったため、
麦飯を支給するように軍中枢に働きかけたが、石黒は堅くなに拒否した。なぜなぜ？石黒は野戦衛生責任者だから、軍中枢は無視できなかったんだ。時は全台湾軍に対して独断で麦飯給与を命じた。石黒は時の行動を命令に違反した越権行為で、表沙汰になると医務局内の統率責任を問われるから、時に麦飯の撤回を求め訓告を発令したんだ。これに対して時は、麦飯を用いた結果の勝手減少の事実など、を論証した上で、小人が言葉巧みに機関に、進めたのではないのか、と、真っ向から反論したようだ。さらに時による台湾軍への麦飯支給と、それに反対する陸軍医務局の動きは、時事新報に掲載され、石黒も、森鴎外が行った生殖試験の結果、米飯が傭兵に最適と出た。米飯は何の害もないが、むしろ麦飯は米飯に比べて消化に悪く、腐りやすいのに何の益があるのかを学問上実験上で確定しなければ、貴重な我が国軍隊の食料を変更不可。として、各家からずれた反論をしているんだ。これってもう、ヒューマンエラー的な問題だよね。そして石黒は、台湾軍内部で麦飯支給されたことで各家が収まると、医務局として重大な責任問題につながると、時の台湾での存在自体が抹消されたんだ。ひどすぎる。大日本帝国の軍隊をも苦しめた各家、泥沼化した明治時代の各家論争とは？その7、臨時各家病調査会。陸軍大臣の監督する国家機関として、明治41年に発足した臨時各家病調査会は、陸軍医務局長となった会長の森鴎外、幹事の大西亀次郎、委員17人、北里柴三郎を含む臨時委員2人の21人で構成された。へぇ。来日した国保の助言で、東南アジアで流行するベリベリを研究しろと助言されたので、ジャカルタのバタリア付近の現地調査が行われたが、現地では白米でなく熟米と緑豆などを食べており、ベリベリ患者がほとんどいなかったようだ。ベリベリが日本の各家と同一なことは分かったが、各家菌が発見できなかった。まだ、菌にこだわるのね。帰国後に一人の委員が栄養欠乏説に転換したんだが、会長の森はこの委員を罷免した。また麦飯派の委員が麦飯の効能の調査を求めるも、栄養の問題を調査会の活動方針から排除した。森は各家病栄養説が正しいと知りつつ、それを排除して細菌原因説に固執して、調査会の結論を遅らせていたと言われる有様だった。東大農学部教授で農学者の鈴木梅太郎は、明治43年6月の東京科学会で、白米の食品としての価値、並びに動物の各家様疾病に関する研究を報告した。白米で飼育した鶏と鳩は各家の症状で死んだ。さらに、ぬかに興味を持って研究を重ね、最終的にはオリガニンという有効成分を見出し、ぬかの有効成分は、甲殻系因子だけでなく、生存に不可欠な未知の栄養素だとして、ビタミンの概念をはっきり提示したんだ。やっとビタミンの登場だね。そんな時に、ポーランド人の生化学者カジュミシェ・フンクが、明治45年2月にビタミン欠乏症という概念を提唱し、大正3年にビタミンを出版し、これがイギリス医学雑誌で紹介され、世界に知れ渡ったんだ。フンクは、オランダの医師クリスティアン・エイクマンの、玄米と白米を食べた人が各家になりやすい。という記事を読み、各家研究に勤しんだ。明治44年に米ぬかに含まれる化学物質の欠乏によって、各家が発症することを突き止めたんだ。そして翌年この化学物質を重要な生命活動を司るアミン、という意味のビタミンと名付け、ビタミン摂取の重要性を主張したんだぜ。フンク様に感謝、感謝。フンクは鈴木と同じ研究をしてビタミン B1 を発見した。日本でこの本が読まれると、鈴木梅太郎の研究を、ボロクソに批判した研究者たちは、フンク説を認めて後追い研究へと走り出した。日本人は、外来に弱すぎるよね。臨時各家病調査会でもビタミン欠乏説が認められ始め、大正7年には東京帝大の熊川宗男が、そして大正8年には、島薗淳二郎が、日本料理に各家ビタミンの欠乏があり得ることを証明して各家ビタミン欠乏説を衝動した。そして大正13年4月の29回総会では、36の研究発表があり、各家の原因は、ビタミン B 欠乏であることが 99% 確定し、同年11月には16年続いた調査会は廃止となった。時は大正となっていたけど、ビタミンの欠乏からの病気と分かってよかったね。
この調査会は後の脚気病研究会の母体となって脚気研究の土台を作り、ビタミン研究の基礎を築いたという評価がある一方で、ビタミン欠乏説の確定が遅れたとする見方もあるようなんだ。なお、大日本帝国陸軍が白米の兵食を止めて、麦3割の麦飯を採用したのは、海軍から遅れること30年後の大正2年だったんだぜ。昔から日本人を悩ませてきた脚気は、明治になっても日本の国民病と言われ、蔓延し続けた原因不明の病だった。ビタミン B1 の欠乏で起こる病気のため、栄養学が確立されビタミンが発見されるまで、長年原因不明で対処法もはっきりしなかったんだよね。日本では高木兼弘、鈴木梅太郎の栄養説を提唱したが、続論とされ認められずに原因解明がストップ状態だった。しかし、外来に弱い日本人はポーランド人の生化学者、カジミッシェ、フンクの栄養説に対しては見事なまでの手のひら返しで肯定し、西欧のビタミン研究の後を追いやっと根絶されたんだ。30年も続いた脚気論争と呼ばれる事態は、現代から見ても異様だけど、学罰、官僚主義、意地の張り合い、エゴなどの色々な負の要因さえなければ、陸軍でも一般でも脚気による死者も随分減っていたと思うよ。このような事態はどの時代、どの分野でも大なり小なり起こりうることだが、この明治の脚気論争を反面教師として、意地の張り合いやエゴによる、世の衰退を二度と起こしてほしくないよな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。